第五章平次はともかく一座のものを一人ずつ調べる気になりました。最初に合口の持ち主なる林方の六助、楽屋の隅へ呼び出されて五尺そこそこの小男のくせに精一杯の肘を張ります。こいつはおめえの道具だそうだな。平次はその横断びらのような合口を見せました。へえ、あっしのもので、小屋中で知らないものはありません。お鈴が落ちた時、おめえはどこにいたんだ？舞台の奥におりました。下座の林はおでんさんに任せて、ちょいと親方の貢献をしておりました。親方の小左衛門が舞台に出る時は、わしが貢献をすることになっておりますので。その時舞台には誰と誰がいたんだ？みんなおりました。金太も親方もおかみさんも幕切れでにぎやかな舞台でしたから。与三郎は？あれは気道動きません。こんな小屋には道具調べというのがあるそうだな。金太の役目になっております。朝のうちに調べた上、綱渡りなどは危ない芸当ですから、太夫が綱にかかる前に一応調べておきます。六助の調べはざっとこんなものでした。続いて呼び出された金太は、確かに道具はあっしが調べました。朝一度調べた上、おすずちゃんが綱にかかる前、念入りに両方の結び目を調べたに違いありません。合口が結び目に突っ込んであるのを見逃すはずはございません。金太の自信は強大です。綱を調べた後は、舞台で親方に絡んだ道化をやっておりました。顔を直したばかりでまだこんな格好をしておりますが。なるほど、そういえば金太の姿は舞台の道化です。続いて与三郎を調べましたが、これは半日気度に頑張っていて何にも知らず、小左衛門の女房のお腹は亭主と一緒に舞台、おでんは林方で目の回るほど忙しく、残るのは一目千両のお夢ですが、これは楽屋裏の元の部屋で、まだ腰も肩も痛むそうで、床についている有様です。あの野郎じゃありませんか？八五郎は平次に耳打ちしました。誰だい、あの野郎というのは。道家の金太ですよ。道具調べの時、かねて盗んでおいた六助の合口を綱の結び目に挟んだとしか思えませんよ。そんなことをしたらすぐ知れるじゃねえか。金太はそれほどのバカじゃなさそうだ。第一、それじゃあお夢の頭へしばちを落としたのがわからなくなる。あれも金太でしょう。あの時舞台にいたんですから、一番しばちに近かったわけで。いや、木戸番の与三郎が見ていたはずだ。そんな隙はねえ。お夢の悲鳴を聞いて二人は一緒に駆けつけている。それじゃあしばちを落としたのはお鈴ということになりますが。いや、あの子じゃねえ。あのしばちは娘の手に負えねえほど重い。それに自分がしばちを落としたもんなら、しばちの後から転げるように一番先に2階から降りてお夢を介抱するはずはねえ。自分にやましいところがあれば舞台の方へ降りて大回りに回ってくるだろう。それに自分も綱を切られて大怪我をしている。するといたずら者は誰でしょう。おめえは角のタバコ屋へ行って看板娘のお清とかいうのと会ってくれ。お夢が怪我をした晩、林方の六助はどんな様子だったか、タバコは何を買ってタバコ入れはどんなものを持っていたか、いつもと違ったところがなかったか詳しく聞くんだ。へっ。八五郎は飛んで行きます。平次はその間楽屋裏のあたりを調べ、2階の火鉢のあるところで何やらやっておりましたが、間もなく八五郎は太く要領な顔をして戻ってきました。どうした八？別に変わったこともありませんよ。あの晩六助がタバコを買いに行ったのは暗くなりかけた自分で、夕方忙しいのに看板娘のお清を捕まえて、いつにもなく際限もなくふざけていたそうですよ。いつもになくだね。お清は言うんです。六助さんは一目千両のお夢さんに夢中で、本当に命がけで惚れているから、私なんかにはろくに口も利かないのに、あの晩はどんな風の吹き回しか、忙しい私を捕まえて、しばらく無駄話をしておりました。とこうで。それからタバコは、5問目玉を1つ買って大きなタバコ入れを出して詰めたそうですが、不思議なことにそのタバコ入れにはタバコは半分以上も入っていたということで。それで分かったよ、ハチ。何が分かったんです？ああ、て待て。もう少し試してみてえことがある。平次は八五郎と一緒にそっと楽屋裏の2階に登りました。ここにはいつぞやおゆめの頭の上に落とされた唐金の大火鉢が証拠りもなく据えられて、火もなく鉄瓶もありませんが、冷たい灰が火鉢の半分ほども減らされているのでした。八、その火鉢を手すりをくぐらせて下へ落としてくれ。平次はそっとささやくのです。そんなことを親分。八五郎はこんなに肝を潰したことはありません。大丈夫だ。お夢はあの時に懲りてぐっと床を向こうの方に移している。それに火も鉄瓶もねえから、せいぜい灰をかぶるぐらいのもんだ。じゃあやるやすよ。それは唐金の大火鉢でなかなか重いものでした。その上に鉄瓶がかかっていたら、なるほどお鈴の細腕では手すりの下をくぐらせて下へ落とすことなどはできそうもありません。はっ。火鉢は手すりと幕をくぐって恐ろしい勢いで下へ突き落とされました。もうもうと上がる灰吹雪の中にすさまじい悲鳴。それ。平次と八五郎がはしごへ回って下を覗くと、身動きもできないはずの一目千両のお夢は猫の子のように素早く飛び起きて、灰吹雪をかき分けるように雨戸を突き飛ばして裏の空き地へまさに飛鳥のごとく飛び出していたのです。お夢、おめえはもう傷が治ったのか？平次はその頭の上から冷たい声を浴びせました。はっと2階を振り仰いだお夢の顔は実に想像も及ばぬすさまじいものだったのです。お夢、おめえは間違っていたぞ。おめえの頭へ火鉢を落としたのはお鈴ではなくて六助だった。六助はおめえを恨んでいた。恨むには訳のあることだろう。そりゃ俺は知らねえ。ともかくおめえの顔をめちゃめちゃに潰すつもりで、煮え湯の鉄瓶をかけてある火鉢を頭から落とし、駆けつけたお鈴と与三郎と金太を物陰でやり過ごして木戸から抜け出してタバコ屋へ行ったんだ。平次は続けました。おめえはそれをお鈴の仕業と思い込んだ。おめえの人気と器量を妬んで、おめえの美しい顔をめちゃめちゃにする気で、お鈴が火鉢を落としたに相違ねえと思ったことだろう。おめえの体の痛みは2、3日で治ったが、身動きができねえと言って寝たまま折を待った。10日もそうしているうち、お鈴の人気はおめえよりぐっと上だということがわかり、いよいよお鈴が憎くなった。今日という今日、舞台のことをよく知っているおめえは少しの隙を狙って床を抜け出し、楽屋裏の大梁に結んだ綱の結び目に六助の荷物から盗み出した合口を挟んでおいた。かわいそうに何にも知らねえお鈴は土間に落ちて目を回した上、ひどく足をくじいたから生まれもつかぬ片輪になるかもしれねえ。おめえのような罪の深え女はねえぞ。おめえのためにひどい目にあったお鈴は上ごとにまでおめえのことを案じているとは知るめえ。平次の論告は深刻ですが、条理を尽くしたものでした。薄暗い中に公然とそれを振り仰いでいたお夢の頭は次第次第に垂れて、そのまま路地の外へとぼとぼ出て行こうとするのです。八五郎は早くも2階を降りてその逃げ道を塞ぎました。八、放っておけ。平次はこの美しい顔と醜い心を持った女の処置を天の裁きに委ねる気でいるのでしょう。林方の六助も早くもこの様子を察して逃げてしまいました。変わった取りもんでしたね。血を流した者が一人もなく、縛られた者も盗まれた者もねえのは面白いじゃありませんか。八五郎は帰るみちみち平次に話しかけるのです。六助が合口を盗まれたじゃねえか。なるほどね。でも死んだ者も血を流した者もねえのは正月らしくてよかろう。平次はそんな気でいるのでした。これは後の話ですが、お鈴は足を痛めて綱渡りはできなくなりましたが、歌と踊りに精進してその可愛らしさとともに東両国の名物になりました。六助はそれっきり行き方知れず、お夢は一目千両と言われた美しさが崩れ果てて、見る影もない姿を橋のたもとにさらし、右や左と物乞いをしていたのはそれからまた3年も後のことでした。野村古道作「一目千両」書出オール読み物、昭和25年1950年1月号より。全文読み切り。